霊夢、裏の落ち葉は片付けたぜ。ありがとうマリサ。助かったわ。外は寒かったでしょう。火鉢で温まっていくといいわ。助かるぜ、霊夢。今日も、幻想郷は平和よね。こんな日がずっと続いてくれれば良いのだけど。そうだな、私は騒がしいのも好きだけどな。やっぱり寒い日は、火鉢とみかんに限るわ。そうだな。火鉢の火って、なぜか落ち着くのよね。そうだな。霊夢、だんだん眠くなってきたぜ。今日はゆっくりしていきなさい、マリサ。ありがとうだぜ。ねえ、マリサ。なんだ。火って、不思議よね。見ているだけで心が休まるわ。火って、なんでこんなに、綺麗なんだろうね。火って、何なんだろうな霊夢。ということで、今回は火について解説していくぜ。あれー、私のほんわかゆっくり空間はどこに。そんなものは幻想だ。さっき霊夢が、火ってなんだろうって言っただろ。ひどい言論統制を見た。霊夢、火って私たちにとって、すごく身近な現象だと思うんだ。確かにそうね。でも、火って何と言われて説明できるか霊夢。できないわ。潔いな。確かに、火は身近な現象よね。私なんて、巫女だから行事なんかでよく用いるわ。お盆の送り火とかか。そうね、それもあるわ。あとは、小正月の詐欺帳とか、お炊き上げなんかもあるわ。なるほど、信仰と火って密接に関わってきたんだな。何を言っているのよマリサ。昔から信仰において火は重要な象徴よ。私はあまり詳しくないから、と言われたらゾロアスター教ぐらいしか出てこないぜ。マニアックなところに行くわねマリサ。火は、ギリシャ神話にも登場するし、インド神話にも登場するわ。火は、生命力や死の象徴でもあるのよ。火と信仰は密接に関わってきたのよ。なるほどな、霊夢、巫女にとって、火は重要なものなんだな。その通りよマリサ。そんなに重要な火のことを知らなくてよいのか、霊夢。そう言われると弱いわね。火って、身近な現象すぎて今まで何が起きてるかとか、気にしたことなかったわ。ということで今回は、火について説明するぜ。よろしくお願いするわ。マリサ、まず、火について化学的に説明すると、物質の燃焼を指すぜ。焚き火なら、物質とは薪のことだな。これを燃焼させると、物質の燃焼になる。物質のことはわかるけど、マリサ、燃焼って、一体何なのよ。いい質問だ霊夢。まず、燃焼とは化学反応のことで物質ではないぜ。何を言っているのよマリサ。当たり前じゃない？そうだ、当たり前のことだ。だが、私たちは当たり前のことほど十分に理解していないんだ。例えば霊夢、今、地球と水と空気を並べたぜ。すごいものを同列に並べたわねマリサ。この中で、物質はどれなんだぜ。水じゃないかしら。なぜなんだぜ。まず、空気は触れないから違うし、地球はそういったものの集合体だから物質には当たらないんじゃないかしら。だから、水が物質なのよ。なるほどな。言い換えるならば、霊夢が指す物質とは、感触があるものってことだな。そういうことになるわねマリサ。ちなみに、答えはすべて物質だ。あら、そうなの。そう言われると、物質って何かわからなくなるわね。そうなんだ。当たり前のことほど、難しかったりするんだぜ。今回は、原子の集合体を物質、として定義するぜ。また難しい言葉が出てきたわね。原子の説明をすると、これだけで動画一本分になってしまうので、今回は、簡単に説明するぜ。ちょっと話を変えるで霊夢。いいわよ、霊夢、角砂糖は好きか。好きよ。私は、コーヒーに角砂糖5つ入れて飲むのが好きよ。そして最後に残った砂糖を舐めるのが好きよ。相変わらずの甘党だな。霊夢、角砂糖鼻に出てきているか知っているか。知っているわ、砂糖ね。その通りだ。角砂糖は、何百万という砂糖粒の集合によって成り立っている。物質も同じだ。水を例に説明しよう。水を化学式で表すと H2O だ。これは、2つの水素原子と1つの酸素原子で構成していることを表しているぞ。図で表すとこんな感じだ。なんか、わかりづらいぞね。もうちょっとわかりやすい図はないの？困ったやつだぜ。こんな感じでどうだ？なんか大学の弱小サークルみたいね。ちなみにサークルロゴはこんな感じだ。変なロボ来た。話を戻すぜ。この、原子のグループを分子と呼ぶぜ。つまりはサークル名ね。そして、分子がたくさん集まったのが水なんだ。つまりは、物質である水は原子の集合体ということになるんだ。なるほどね。つまりは、原子である水素オタク2人と酸素オタク1人が、同人サークル、分子を作って、そして、同人サークルが集まって、コミックマーケットを開催すると、水になるのね。物質であるコミックマーケットは、原子たちで行われているわけだから、物質は原子の集合ということね。理解したわ。例え話としては、間違ってはいないんだが、まあその理解でいいぜ。燃焼の話に戻るぜ。あ、どうしたんだぜ霊夢。物質の話をされてから、この図を見たらマリサが言いたいことがわかったわ。燃焼は、原子で構成されているわけではないということね。その通りだぜ霊夢。理解が早いな。燃焼とは、物質が変化する際に起きる副作用なんだ。物質を変化させる現象のことだから、物質ではないんだぜ。なるほど。つまりは、女子構成が、不女子に変化する際の、推し面への愛は、現象であって、物質ではないということね。まあ例えるとそうなるな。だんだん盛り上がってきたわ。続けるぜ。物質が燃焼するためには3つの条件が揃う必要がある。1つ目は可燃性物質、2つ目は酸素、3つ目は熱だ。この3つが揃うと、燃焼が起こるぜ。今回は、焚き火を例に説明するぜ。焚き火の可燃性物質
質は薪、つまりは木材だ。木材は、グルコースを主成分としており、グルコースは、炭素、水素、酸素原子の集まりだ。総勢、24人って結構大きなサークルね。アミオタ6人、トルオタ12人、腐女子6人なんて、喧嘩にならないか心配だわ。この構造式から、一体何が見えているんだ霊夢。どこが覇権を握るのかしら。続けるぜ、木材を熱すると、これらの原子が激しく動き回るんだ。え、燃やしちゃうの、かわいそう。すると、原子が分子の枠組みを破壊して、ガスになるんだ。このことを熱分解と呼ぶぜ。ああ、サークルが崩壊した。でもマリサ、気を熱した時にガスなんて出たかしら。見慣れているはずだせ。火を起こす時に白い煙が出ないか、霊夢。この白い煙は、熱分解により発生したガスだ。言われてみれば白い煙が出てたわね。ガス状の原子たちを例えるなら、テンションが高くなっている状態だぜ。原子たちが100%した状態から、酸素原子と結合すると、安定した状態になるぜ。つまりは萎えたのね。この酸化反応が起きると、エネルギーが高い状態から低い状態になるんだぜ。この際に、放出される余分なエネルギー、それは、光と熱になって見ることができるんだぜ。この光が私たちが見ている日だな。ちなみに、この現象を化学発光と呼ぶぜ。そして、これらの原子は反応が終わると、二酸化炭素や水などの分子になるぜ。これが燃焼、つまり火の正体なんだぜ。わかったか霊夢。燃焼の説明を聞いてなぜ泣いているんだぜ。だってマリサ、原子たちの報われなさに、悲しくなっちゃって。だから、お前には一体何が見えているんだ。つい感情移入しすぎちゃったわ。私の話を少ししてもよいかしら。きっと現代社会に疑問を持つ良い機会になると思うわ。現代社会？これは、C さんの実体験に基づいたドキュメンタリーよ。なんか始まったぞ。彼は、努力の末、晴れて希望大学に入学するわ。彼は、グルコース、サークルに所属し、憧れだった、楽しいキャンパスライフを送るわ。最高の仲間と好きなことを追求できる環境。これは、一種の桃源郷と言ってもよかったわ。しかし、それも長くは続かなかったわ。そう、就職活動。就活が迫ってきたのよ。新卒採用という一括採用システムは、学生を工業製品のように統一し、同じ環境で優劣を決める、いわば、工場の検査ラインのような採用システムよ。すごい表現だな。それでも学生たちは、自分の夢のために、就活に挑むわ。自分を曲げてまでね。なるほど、就活は学生を熱してるわけだな。恐ろしいな就活。そして、皆グルコースから一人また一人と離れていくわ。そして、誰もいなくなった。就活の末、希望企業への就職が叶う C さんだったが、本当の地獄はここから始まるのよ。夢を叶えるために入った会社、そこで待ち受けていたのは上司王だった。そこでのパワハラや、残業の日々、彼は若さと夢という光を失いながら、働いていたのよ。つまり彼は発行しているわけだな。そして、彼は、少しずつ、また少しずつ会社に順応していくのよ。気づいた時には、自分の夢が何だったかも忘れていたわ。そして、気づくのよ。今は自分が、上司王になっていることに。悲しい、話だな。途中から聞き入ってしまったぜ。私が言いたいことは、もしもこれから就職する人がこの動画を見ているのなら、働く、ということについてよく考えてほしいということよ。私たちは、当たり前のことほど、よく理解していないのよ。いい、話だな。あれこれって、何の動画だっけ。乾杯やぜ。第2回お疲れ様だぜ霊夢。マリサもお疲れ様ね。まさか、霊夢が感動的な話をするとは思わなかったぜ。あんな作り話、朝飯前よ。作り話だったのか。どうせ、この動画を見ているのは、時間を持て余した暇人どもよ。お涙ちょうだいぜ。それっぽい話をしてけば、簡単に転んよ。霊夢。何よマリサ。カメラまだ回ってるぞ。え、マジで、この動画のテーマ、燃焼だったな。